いいんです。
はい、どうして知ってるんですか？へえ、クロスさんって頭いいんですね。はい。はい、好きです。私、エリス女学館しか知らないし、私がずっと通ってきた母校ですから。でも最近怖いから、早く以前のような学校に戻ってほしい。でも無理しないでくださいね。まゆちゃんから聞きました。クロスさんが脅迫状の調査に来た探偵さんだって。あの、そうじゃないんです。まゆちゃんが口が軽いとかじゃなくて、私がしつこく聞いたから。もちろんです。絶対に喋ったりしません。助けていただいた時に一緒にいた方、クロスさんの彼女ですか？あの方にもお礼を言わないと。でも2回も助けていただいたし。はい、ぜひ遊びに行かせてください。あの、私ここで、家すぐそこですから。いえ、いいんです。男の人と一緒だと母が心配しますから。送っていただいてどうもありがとうございました。あの、とっても楽しかったです。なんだかわけわかんなくなってきたわね。いくらなんでも戸坂先生の白内障は偶然なんでしょ？でも戸坂先生は生徒から好かれているんでしょ？どうして被害を受けたのかしら？こうは考えられない。犯人は戸坂先生だけは傷つけたくなかった。だから白内障っていう命には別状のない病気で入院させた。そして戸坂先生がいなくなったエリス女学館を一気に。何？どうしたの？どうしたの、ケンちゃん？
私の鋭い推理が役に立った。やっぱり戸坂先生が白内障になったのは犯人が避難させたの？さよなら。